はい、どうもこんにちは、トイズキングのホルミです。どうもどうも。今日ご紹介する商品はこちらです。ホットトイズコスベイビースパイダーマンファーフロムホームサイズ S スパイダーマン旅行版というものですね。でこちら COSB の672シリアルナンバーですね。こちらは2020年の3月に発売されたものでございます。全高約10センチで、スパイダーマンエクスクルーシブストアジャパンツアー限定の商品でございます。はあ、ちょっと箱見ていきましょうね。で正面こうです。映画のものだからね、スパイダーマンファーフロムホームスパイダーマントラベリングバージョンと書いてあります。この下ね、で横もなんかやっぱりプラハヨーロッパのスタンプですね。そしてこのマークと、ここにもマークついてますね。これ見えるかな、ここのあのプラスチックの方のプリントが、銅色銅、そうだね、ブロンズカラーでございますね。はい後ろは、はい、まあ注意書きでございます。これもあの L サイズのコスベイビーの箱と同じようですね。中に入ってるのもこういうのだよっていう絵この地球のやつはないですスパイダーマンで、上とこうなっております。それでこれはね、ウィンドウボックスですからね、後ろバックの、まあバックボードっていうかそういうものがございますので、それも見ていきましょう。はい、中身取り出すとね、こういうバックボードがね見えます。スパイダーマンのあの胸のマークっていうかエンブレムです。一応ね、中あの体のところは地球儀の地球儀のなんて言ったのかな、どこら辺なんだろうこれはヨーロッパ方面、すげえ。で横もちょっとね、かっちょええのよね、ビカーってなってて、ねえ、そこは何にもないそこ何にもなし。それで、はい、スパイダーマン Far From Home スパイダーマン Traveling Version、 じゃあ本体見ていこう。はい、こちらが本体です。こういう風になってます。かわいいよね。で旗イギリスとチェコ、プラハの方行ったしね。でなんこれはなんだウォーターボトル、それで持ってカメラ持ってます。で後ろがこういう風です。かわいいよね、かわいいよね。それでね、台座がね、ちょっとね、はい、台座こういう風になってます。で片足こっちに乗せるの、こういう風になってるのですよ。裏は真っ白ね、凝ってるよね。そして本体のこちら、ボブルヘッドなんだけど、これ後ろのバックパックっていうかあれが邪魔してね、ちょっとねその機能がボブルヘッドの機能が全然使えないっていうか、ちょっとはね揺れるのよ。これちゃんと入ってるしね、もうカメラと旗とこれで頭動かないでね、目はもう、ツルツルの真っ白。それで頭がやっぱり布で作られてますね。映画版のやつは布を使ってますね。なんでだろうね、かっけえよ、気持ちがいい。なんか本当にあのスパイダーマンのスーツを触ってるような感じ、いいですよ。で胸のところにはちゃんと
ね、スパイダーマンのヤフーって感じの後ろはもうバックパックこれがあるので何も見えません。で足の裏はね何にもない、これ飾るだけ、磁石のファンクションなしです。かわいいっすよ。もうここのディテールだとかすごいねいいっすよね。で、うん、塗りもいいし、いいよこれいいよこれ、もうほんとこの布のやつ、頭みんな布にしてほしいよねこうか、こうでやんすな。それでね、ついてる帽子着脱可能、これなしでもつけてもいいよっていうやつね。これね、うん、なんか形がこういう風にちょっと わけわかんないから、あ、矢印がそうだ書いてあるからこっち前よっていう風にね、こっちが前でちょっとクッと入れた方がいいね、こういう風になっております。でちょっとね可愛い写真でも撮りましょう。こんな感じです。それではまたお会いいたしましょう。チアオ。推しか、まあ、事実上ちょっと絶版になってるもので、かなり価値のあるブラックゼウス、ネロマシンとか、僕にとっては世界一の宝物になるんですよね。